上原周平は東京都世田谷区出身の日本の元プロ野球選手。ポジションは外野手、実業家。帝京商工高校では1965年の夏の甲子園と予選準々決勝に進むが、日大三高の佐藤未郎に抑えられ敗退。日本大学へ進学し、佐藤とはチームメイトになる。大学野球リーグでは、 外野手、一塁手として活躍。エース佐藤を養子1969年春、周期リーグで連続優勝。自身も、春季リーグでベストナインに選出される。同年の全日本大学野球選手権大会では、決勝で東海大の上田二郎に完封を喫し,し準優勝。リーグ通算6本塁打を放った。 他の大学同期に保守の須藤和彦がいる。卒業後に日本石油へ入社、秋元国武と共に中心打者として活躍する。1970年の都市大校では、倉で岡山との1回戦で3点本塁打を放つ。三浦健次らの高等もあって、準々決勝に進むが、三菱重工神戸に敗退。日赤時代の打率は3割4分、本塁打17本。 1970年ドラフト会議でヤクルトアトムズから7位指名を受け入団。肩も強く、右の長距離打者として期待された。1973年にイースタンリーグで打率、340を記録し、首位打者を獲得するが、一軍には定着できず、1974年に引退した。ありがとうございます。